はい、こんにちは。今日はですね、ご紹介するのは、ゴールドトップのレスポールです。はい、こちらになります。はい、じゃーん。今回ですね、友人であるギタリストのジェイク・サイダ氏からいただいたゴールドトップをですね、またカスタマイズしていただきました。大きなポイントとしてはね、まずこのピックアップのカバー、ガンズ&ローズのね、スラッシュさんがすごくゴールドトップっていうと有名なんですが、彼はね、カバーを外してるんですね。少しでもパワー上げたいんですよ。ダイレクトにね、音を拾いたいんでカバーを外してるし、相当パワーのあるピックアップに変えてます。で、僕の場合はどちらかというと、結構ピッキングが強いんで、このカバーをつけることでちょうどね、磁力としてもね、均一になるんですよね。これ違うという方をいらっしゃるんですが、違うと思う方は違うで結構です。ただ金属なんで、磁力に関しては、ね、平均になると考えた方が自然と思います。その辺はね、人の考え方なんで、科学的にどうこうより気分の問題だと思います。で、あとですね、今回この、この部分ね、サドルの部分もね、交換していただきました。これはギブソンのオリジナルタイプ、59年か8年かなのモデルを再現したもので、こんな感じですね。マイナスドライバーで回すタイプではなくて、この台座から出ているダイヤルをグリグリと回して、現行の高さを調整します。で、当然のことながら、いろんなことが変わります。で、何が変わるかっていうと、当然弦の高さが変わります。いわゆる弦高ですね。弦高が変わるので、当然運指がね、こういうというのがやはり弾けなくなるわけです。そうした時にまず何を疑うかというと、ギターさんがそのギターのね、一番いい状態にないと思ってあげてください。いきなり違う弦を張られて、俺としても困っちゃうんだよなとギターさんも思ってると思ってあげてください。なので今回かなり丁寧に合わせ込みました。で、今合わせ込んでる途中なんですが、割といいところがすぐに出ました。これはね、やはり元の作りがね、すごくこのギターがよくできているんで、すごく合わせやすかったです。この辺はこうクロマチックになるんですけど、クロマチック半音ずつね、半音ずつうまくフレットが機能してれば、こういうなだらかな音になります。スムースに流れるじゃないですか。これはとにもかくにもね、弦の高さと、あとはそのフレットの滑らかさです。今回ね、すごく悩むことなく割と、ビシッと決まったんですが、これ季節によっても当然変わるんでね、何がベストっていうのはないんですけど、まず1年間ギターさんと付き合ってあげることですね。最低1年、途中で投げ出さずに、夏に買ったら翌年の夏まで1年間経ってみないと、ギターさんもそのお家お家でね、湿度も違いますし、うちの場合は当然ギターを扱うのが仕事だったりするんで、このスタジオの中でもギターを着ますし、表にも置くわけです。ギターさんにいろんな湿度と、あとは当然光線のね、太陽光線の加減もありますから、家の中だけに置いとくと、やはり家の中だとしても空気がよどむんでね、なかなか安定しづらいんですよ。なんで表に例えばライブで出た時、いきなりコンディションが変わったりしてしまうので、ギターさんにいろんな体験をさせてあげることです。徐々にね、少しずつ
なので、ガレージに置いてみたり、自分の寝室に置いてみたり、少しずつ環境の違うところに置いてね、ギターさんに少しずついろんな経験をしてあげる、させてあげることです。もともとね、アメリカから来たわけですから、このギター、アメリカから来て日本についてね、そして楽器屋さんに出る前に丁寧に調整されて楽器屋さんに並ぶわけです。その時の楽器くんもギターくんも緊張しますよ、ね、どんな人に自分はどんな人に惹かれるのかなと思いながらずっと待ってるわけです。そんな中ね、まず楽器屋さんの店頭に立つっていうのが初めてのそのお人前に出る経験であって、そこからね、まあ買った人にね、ギタリストに惹かれるわけですけど、最初はこんな風に惹かれちゃうのとか思ったりするわけです。なんつったってギブソンだったらアメリカですから日本語で喋られても分かんないよってとこから始まるわけで、そこら辺からお付き合いが始まるってことを、ね、意識すると、そもそもギターなんて、まあ、弾けば音出ますよ。ただブルルルルとかね、ジャラララとかって弾けないと思ってあげてください。いきなり早口ことは喋れないでしょで最初から早く弾こうなんて思わないで、まずは一本一本の弦をね、鳴らして響かしてあげること、あーあーあーってね、そこから始めてゆっくりとね、ギターさんと仲良くなって、自分の、プレイはこういう感じなんだけどよろしくお願いしますよっていう謙虚な気持ち で、時にはギターなんて喧嘩になる時もありますけど、それでも自分が選んだギターですから、大切にギターのことを思いやって、付き合っていくと良いと思います。何か参考になれば幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ギターは楽しいですよ。それではまたお会いしましょう。